外に出ています。そして藤井、ここのピックアンドロールでだいぶ昨日はズレを作られてしまったので、ファジーカスのスリー入っていきました。なんだファジーカスからもう一度藤井へ、ね、またピックアンドロールですね、はい、ここでやっぱり2対1にピックアンドロール、そうですね、ファジーカスに入られてしまう、まあ、川崎お見事ですよね。ファールはありません。ジャクソン赤尾が中に入っていく、ね、はい、あーっとこれターンオーバーになった、うん、ここは森井が行きますが、ね、これもスイッチ、はい、はい、あーバンクショットになって入りました。おー素晴らしい、あーストーリーは取った、ヒースの手に当たりました。壁が川崎の壁ですね、2枚、いやそうですね、あーミスマッチですよ、ヒース選手のスリー決めてきた。あ、今度リジェクトですね、逆サイドから行きました、はい、ファジーカス赤尾がついているが打ってきた、入りました。須藤からアウダ、あっとちょっと手にはつかない、狭い中でのパスだったですね。うん、川崎のディフェンスの中ではちょっと厳しい、あっと綺麗に決めていきました。非常にいいプレーをする傾向はありますので第3クォーターいいんですよね、はい、藤井のスリーお返しです。これもね同じような形ですよね、今ね、スペースありますからね、はい、自分でオリバー選手がオリバーふわりと浮かせてジャクソンがーっとターンオーバーになった。うん、いや川崎よく守りました。そして藤井です、あついていくスト、ただファジーカスにボールが通った、打ってきて入ります。すごいですね、さすが。ここで川崎の素晴らしい守備、ファジーカス、ここで決めれば、ワイドオープンからのスリー、どうだ、入りました。さすが、まさにこの入場者数最多にふさわしいような素晴らしいプレーが出ました、ね、ビッグマン2枚でしっかりディフェンスして、はい、外からの藤井選手のスリーポイント、ここで決めるのが藤井ですね、ここで決めるのが藤井選手ですよね、